はい、レオンチャンネルの大量買い動画へようこそ。まあこれがあのタカラトミーのおもちゃがいっぺんに発売されました。まあこんなよう発売されました。まず何を紹介しようっていうか、このチャンネルはレオンチャンネルではありません。このチャンネルはバタのチャンネルでーす。どうもバタでーす。まあ今日は年末恒例の買ってよかった、今年買ってよかったおもちゃランキングではありません。ちょっと早めに月末恒例でもある今月12月に買ったおもちゃと使ったお金の紹介をの動画をしてきます。まあちょっとまず最初にね、12月8日に発売したおもちゃを紹介していきたいと思います。ちょっとさね、まあね、12時8日と29日で買ってきたもんでね、それでね、ちょっと最初紹介していきましょう。ではどうぞ。まあこれがね、12月28日に発売したおもちゃの数なんです。ね、うん。でも一部は、まあまだお金払ってないものがあります。まあね、トランスフォーマーレジェンズのやつなんですがね、うん。それは、ちょっとね、今月買ったおもちゃではないもんでね、まあね、お金払ってないもんで、でね、まあ、ここ、まあ次に、今月買ったおもちゃの紹介には、ね、トランスフォーマーレジェンズとか、ダイヤクロンのやつは、ちょっと省いていきます。まあ、まだまだお金払ってないもんでね、ね、買ったって言えも、ってね、うん。まあ、ちょっとさ、28日に発売したおもちゃでね、まず、置いてなかったものもあります。やくて、置いてなかったり、売り切れだったのもあってね、今日買ってきたものもあります。そんじゃあ、とりあえずね、紹介していきましょう。かな、うん。まあ、まずやっぱさ、これだろ。最初にね、これ。プリパラのさ、ジュエルパック最新作でね、なんと、スペシャル版が出ました。プリプリフェスティバル、ドリーム編と、タイム編が出ました。パッケージには、ここに夢、タイム編には、ドリーム編には、漢字で、ね、習字みたいに夢って書いていて、タイム編には、ここに習字で時って書いています。まあ、ちょっと、さ、よく見ると、なんか、紅白みたいな、感じな、風になっているもんでね、うん。これが白で、これが赤、だもんでね。まあ、こんな感じになっていますね。じゃあ、その次が、落ちた。その次が、ね、ちょっとプリパラの、ジュエル&コーデセットを、二つ買ってきました。ちょっとこう、ジュエル&コーデセットは、ちょっと僕は初めて買ってきたやつだもんでね、うん。まあね、セットのジュエルが入っていてね、
こっちには、友知恵が入っていますね。うん。まあ、そして、ジュエルが入っています。まあ、おー、マイトリ、ねえ、ユイと、ミーチールと、ニノが、チーム結成してさ、マイドリームに、マイドリームになりました。もんでね、その記念のジュエル&コーデセットが発売しました。まあ、ジュエルには、ユイと、ミチルと、ニノの、ジュエルが、入っていてね。でね、まあ、これはいいんだけども、ね。次に、ファララ&ガララジュエルコーデが、なんと、ジュエルには、ファララとガララのジュエルが入っていません。なんでやねん、と思った。まあ、ドリチケには、友チケにはファララが入っていてね、ね、コーデも、もう、8枚ずつあります。まあ、だけども、でも、もう、ガララが入ってないけども、なんでだろうな。コーデには乗っとる、コーデには乗っとるけども、まあ、ファラ多分、第6弾に出てくるんかな、と思いますね。うん。そんじゃ、その次が、ね、その次が、これ、うわぁ、ベイブレードバーストにも、バケモンが来ました。バケモンが発売しました、これ。まあ、名前はスプリガンレクイエムだけども、僕の場合は、これバケモンって言います。なぜかというと、ね、左右両回転、なんですが、これはバランス、属性がバランスでもあってね、なんと、ね、アタック、スタミナ、ディフェンスが3つ入っとるもんでね、これもう化け物と、言います。もう、お前化け物とは、化け物、もうこれはもう化け物です。ベイブレードバースのね。まあ、これは僕は、スプリガンレクイエムのことを、バケモンって言います。そして、ね、ランプの、ランプを4つ買いました。まあね、28日の時に2つ買って、で、今日の時に、もう2つ買いました。まあ僕は、ね、ヒートクルル感を、一個買えばね、十分いいと思いますもんでね、うん。まあね、あと、ドランザーフレームは、ドランザースパイラルがあるもんで、僕はいいと思いました。ね、うん。まあね、これが、もう開封しちゃったけども、ね、マトミノボロスが入っとってね、うん。おっと、ちょっと待っといてよ。後ろに後ろにあるんだったね。ビート、なんだっけ、ビート、クルル感が、あるもんで、まあ、出たしたもんで、まあ、もう、ランブは、
まあ、もう別にいいや、と思いました。まあね、ランブルはもう、これで十分。もう、ビートクルーガンが出したもんでね。うん、そして、ブレイブレードバーストを、ね、2000円以上を買うと、これがつい、ストライクゴッドチップがついてきます。まあ、3色の中で1色、1色がついてきたもんでね。それじゃあ、とりあえず開けてみようか。どんなのが出るかな。どんな色が出るかな。ちょっと開けるよ。あっと。よし。じゃあ開けました。せーの。ドン！あ、白の、あれか。これか。せーの。で、ドン！あ、白が出ましたね。白いやつが出ました！まあ別にこれいいんだけどね。ストライクウォットチップは別にいいとしてね。うん、次にね、トレジャーボックス。まあスナックワールドの、とのトレジャーボックスの第4弾を4個買いました。まあね、ちょっとね、スナックワールドの、おもちゃのレビューはね、あんましてないもんでね。まあちょっとスナックワールドも出そうと思いますからさ、これ買いましたけどね。うん、あとね、今日、トランスジャーシステムを2個買いました。まあ2種類なんですけどね。うん、まあね、なんとジャーが変形するもんでね。うん、まあトランスフォーマーみたいな、なものになっているもんでね。まあいいなこれ。うん、まあね、トレジャーボックスは、買ってきたものなんですけどね。うん、次に、トランスフォー、じゃなくて、ポケットモンスター、ポケモンの、Z クリスタルの、カキセットと、グラジオセット、ミミキゼットと、ジャラガンセットを、買ってきました。まあ、だけどもさ、まあ、ポケモンのおもちゃを1500円以上買うと、この、ソルガレオのガンバリーレバージョンが、もらえます。まあ、これが、ラメが入っていてさ、普通のソルガリオン Z とは違って、ラメが入っています。ちょっと待ってください。これが、ソルガリオン Z でね、ガンバリーレとちょっと、比較すると、ガンバリーレの方が、ラメが、入っています。まあ、これいいなぁ。ねえ。それじゃあ、ちょっと、パワーリングにつけとるもんで、ちょっとスイッチ入れましょう。それじゃあ、回すと。ガンバリーレ。ガンバリーレの声が入っています。まあ、振ると。あ、来た、来た。すごい威力で。まあ、声、D-Day の声が入っていますね。いいね、これ。まあ、オフ、一応オフにしといてね。次、その、後ろには、あ、
これ、次に、これが、やっと、発売延期だった、コグマンが発売されました。まあよかったコグマン発売されてね、うん、まあこれがさ、さ、本来ならば、ね、ドラゴンストームと、一緒に発売する予定だったけども、もう、なんかの事情で、発売延期になっちゃったもんでね、まあ5月、いや、まあ、今月になりました。なんでだろうね。まあ、なんと、コグマは、TMK29 になっていて、ね、ドラゴンストームの、前編のナンバーだもんでね。うん、まあね、なんでだろうと思いますね。うん、まあまあ、コグマはヘッドマスターだもんでね。こんな風に、合体することができて、あ、乗せることができるか、よかったー。まあ、対象年齢5歳以上、よかったー。ね、と思います。次、この後ろに、まだお金が払ってないけども、こういうのも買ってきました。いや、こういうのも、高富モールから来ました。まず、ダイアクロン。でね、ダイアクロン単位セット3と、ね、パワードシステム、宇宙海兵太平兵装セット。でも、こんなに大きいなんてな、ちょっと僕もびっくりしました、これ。小さいかなと思ったら、大きかったです。そして、ターゲットマスターの、スラッグディンカーも買って、ねえ。あとね、オクトーンも買ってきました。まあこれが、ねえ。まあブラックコンボイまたは、オプティマスプライムのヘッドマスター版の、ねえ、ディデコアイテムでも、もうなっていますもんでね。うん。そしてあとは、ねえ。やっと来たバンブルビー、いや、バンブルとエクセルスーツスパイクのレジェンズ版が来ました。おー、待ってたぜあとね、パーセンターも来ました。よかったまあこれはまだまだお金払ってませんけどね。あとはこれも来ました。トランスフォーマーのサンストリーカーが来ました。マスターピースの、まあこれも、サンストリーカー欲しかったもんでね。まあマスターピースカーになってよかったなぁと思いますあ、そうだな、このガンバリーディなんですが、これね、今日もらいました。昨日でね、昨日は小牧のイオンに、で、買ってきたけども、Z クリスタルの3種類。なんですが、ちょっとなくなったもんでね、ね、今日、ね、来年に出す動画の、ね、もうこれを、4つぐらい買ってきたもんでね、このガンバリーディエー、が、ソルガレオン Z をもらいました。まあ、よかったな、と思います。ね、うん。ちょっとさ、上の、左の、やつが、ね、なんか開いとったもんでね、なんだろうと思ったからさ、コレクションボード、Z パーリングに付属した、コレクションボードの右上のところに、なんかね、シンクリスタルにつけるところが、
か、なんか、何も書いてないのが あったもんでね、なんでだろうと思ったら、これが出たもんでね、まあね、全部埋められることができました。これが、28日に発売した、タカラトミーのおもちゃで、そして、で、昨日と今日買ってきた、おもちゃでもあります。もんでね、これが、28日に発売したおもちゃの紹介です。次が、今月買ってきたおもちゃの紹介をします。これが、今月、買ってきたおもちゃの数です。まあちょっとまだはお金払ってないやつはちょっとここに省いてきたもんでね、ちょっとこれを紹介していきましょうね。まあこれがね、ね、12月、あ、昨日発売したおもちゃの数でね、ちょっとこれがありますけども、まあトレジャーボックスの第2弾と第3弾を4個ずつ買ってきましたね、今月ね。第2弾と第3弾持ってなかったもんでね、それで買ってきました。その次が EX のトランスフォーマーレジェンズのゴッドジンラインもあります。まあ買ってきましたもんでね、そしてタカラトミーモールで、ね、スカージーと、ね、ウィリー&ゴーシューターも、あります。まあ、ゴーシューターとスカージーはもう開けましたけどもね、まあ、これは、ね、もう開封は、タカラトミーモールで再販してね、したんですが、本当は、クロームドームが来る予定だったけども、なんかの事情で、クロームドームはなくなりましたからさ、どうしたのかなと思いました。ね、その次に、ちょっとさ、来年犬年だもんでね、ちょっと、ね、犬に関する、ポケモンや、とかさ、アニアとかさ、ね、犬に関するものを、フィギュアを買ってきました。ね、その次が、これ、au by KDDI って書いてくるも、実はというとこれ、ね、トランスフォーマーのおもちゃなんです。ね、開くとなんか、ね、携帯のやつでね、まあこれが、トランスフォーマーのおもちゃだもんでね、まあ変形する、ガラケーから、が、トランスフォーマー、ロボットにトランスフォームするものですからね、そして次が、おパーツちーちゃん。本来ならば、これレビュー動画出さない予定でしたが、ちょっとさ、今月にプリプリちーちゃんが最終回しちゃったもんでね。まあ、それプリプリちーちゃんのおもちゃあんまレビューしてなかったから、それで、ね、これだけレビューしようと思いました。ね、やっぱりね。その次が、もうレビュー済みですが、ね、ブラックコンボイも、12月に買いました。ね、その次、これ、段ボールに入ってるやつなんですが、ね、これ、ね、海外から発売したトランスフォーマーのおもちゃも、買っています。まあね、海外では、トランスフォーマーの新シリーズが、まあアニメじゃないけれども、おもちゃ展開で新シリーズがあったもんでね、
これが、あの、ね、新シリーズの名は、パワーオブザプライムズが発売しました。まあ、ね、今持っとるのが、あの、ボイが、これだけ持っているけども、ね、まあ、あの、あとさ、ボイチャークラスと、ディーダークラスの、2種類が来る予定でもあってね、まあ、まあ、それも、お金払ってきました。うん、まあ、ディーダークラスは11月ぐらいに払ってきたけども、ね、うん、ボイチャークラスは、今月、お金払ってきてさ、あと届くだけです。まあ、あの、スタースクリームと、グリムロックだけだな。まあね、そういえばね、うん、まあ、これが12月に、あの、海外から出たトランスフォーマーの、もうおもちゃなんですね、うん。まあね、これもなんと、このシリーズが、日本にも、もう、単独シリーズで発売します。まあ、レジェンズと思ったら、単独で来ましたね。これが、12月に、まあ、今月買ってきたおもちゃの全部です。というわけで、今年12月に買ったおもちゃと使ったお金の紹介の動画はいかがだったでしょうか。まあ、あのね、昨日発売したやつなんですが、ね、今年は、あの、レビューはしませんですが、ね、あの、来年の1月ぐらいに、あの、レビューする予定でいます。ね、うん。一部レビューしないやつもあるけどもね、うん。まあ、だけど、ゴッド人来まだレビューしてないもんでね。まあ、どうしようかなと思っとるけども、ね、うん。あのね、あとあの、パワーオブザプライムが、ボイチャークラスが、ぐらい来たら、あのね、全部レビューしよう。いや、リーダークラス以外の、ものを、レビューしよう。全部レビューをしようと思っています。ね。まあね、ちょっとさ、あの、リーダークラスの方が、めちゃくちゃすごいギミックも持っとるもんでね。うん。まあ、リーダークラスと、ちょっと他のものは、ちょっと別々でやろうと思っているもんでね。うん、まあね、ね、トランスフォーマーとかさ、そういうもんも買っとるもんでね。うん、もしよければ、チャンネル登録や高評価、コメントなどお願いします。コメントには、まあ、こういうもん持ってますよ。今年こういうもん買いました。でもいいので、ぜひ、動画に書いてください。ね、うん。まあ、いや、ぜひコメントに書いてください。ちょっと言い間違えてすいませんね。まあ、あと滑舌悪いところもあるもんでね。これは、ちょっとご了承ください。あとさ、まだお金払ってないやつに関してなんですが、ね、まあ、あの、1月ぐらいにお金を払う予定でいます。まあ、ちょっとさ、ちっちゃい子に渡す、お年玉とかさ、ちょっと大事なもんで使うもんでね、まあ、ね、全部払えるかどうかはわかりません。まあね、ちょっとさ、どんな風になるかな、まあ、払えるか払えんかわかんないもんな、ね。まあね。まあ、これで、ね、今年最後、この動画は今年だ最後になるもんでね。
まあね、こんな風だったけどね。あ、そうだ。言い忘れたけども、ね、ね、今年の12月に使ったお金は、104,093円。うん。ね、お金を使いました。まあ、全部でね、おもちゃで使ったお金なんですけどね。まあ、あとね、今月の、今月最後の、の日の、バタの日記で、今年使ったお金を、言ってきます。言いますもんね、まあね、ちょっと怖い。ちょっとそれを知るのも怖い。正直言うと。まあね、1月とかさ、1月に使ったお金とか、2月に使ったお金とかさ、3月や4月に使ったお金を全部足して、ね、それで、今年最後の動画で言おうと思います。まあ、今年最後の動画は、バトン日記の、年末スペシャルで言います。まあね、ちょっと怖いけどね。まあ、というわけで、12月に使った、12月に買ったおもちゃと、使ったお金の紹介動画でした。そんじゃ、次の動画でお会いしましょう。バタでした。バイバーイ。またねー。